北朝鮮はかつて在日朝鮮人の夫とともに北朝鮮に渡ったいわゆる日本人妻らで作る新たな団体が設立されたと明らかにしました。団体のメンバー6人が記者会見を行い、1960年に北朝鮮に渡った熊本県出身の85歳の女性は一時帰国に向けた日本政府の対応を求めました。一日も早く国境正常化が、成り立って、せめて私たちが生きている間に何とかしてくれたらと思っています。北朝鮮は拉致問題が膠着している中、別の分野に取り組む姿勢を示すことで日本との対話再開のきっかけにしたいという思惑があるとみられます。